はい、どうも、シュです。今回はですね、うつ病で集中力がなくなってしまうね、4つの原因と私なりの対処法についてね、お話していきたいと思います。で、ね、うつ病になっちゃうとね、集中力なくなったなっていう風に感じてる人もめちゃめちゃ多いと思うんですよ。で、実際ね、なくなります、集中力っていうのはね。で、私自身もうつ病を経験してね、なんか集中力マジでなくなってきたなって思うことがね、結構経験上ありましたね。どうやったらその自分の集中力が取り戻せるのかなって思って、うつ病のことを勉強したりとかね、本読んで勉強したりとか、精神科の先生とか臨床心理士のカウンセラーとかに話を聞いたりしてね、自分なりにこう試行錯誤していったわけですよ。で、その結果ですね、だいぶ集中力取り戻すことができたんですよね。なので、うつ病でね、集中力なくなっちゃったなって思ってる方はね、最後まで見ていただけると結構参考になるんじゃないかなと思います。で、まず集中力がなくなる、4つの原因ですね。これは私の経験者としての推測でしかないんですけど、4つの原因はですね、まず1つ目は症状ですね。単純に症状が邪魔をしているってところです。ぶっちゃけね、これが全てって言ってもいいぐらいなんですけど、うつの症状がさ、まだあんまり良くないなっていう時に、集中力がなくなってしまうっていうのはさ、当たり前ですよね。それはそうだよねって話なんですよ。これはもう集中力に限った話じゃなくて、単純にやっぱり症状が重かったりするとね、全ての物事に対してのこう欲というものがなくなってしまうんですよね。だから集中力がなくなるっていうのも、ある意味副産物みたいな、本当はもう全体としての欲がなくなってるから、集中力1個がなくなってると目立ってるような感じするんですけど、もう全部悪いよねっていう状態なんですよ。だからその症状が警戒していないと、そもそもこう話にならないってところは正直ありますね。で、2つ目は、これも症状に関係してるっちゃ関係してるんですけど、マイナス思考になってるっていうところなんですよ。で、このマイナス思考っていうのはもう本当にそのままなんですけど、うつ病を経験してとかさ、今うつ病の症状でって中で、認知が歪んだりするんですね。で、認知の歪みとかについても過去動画に上げてるんでぜひ見てほしいんですけど、それはマイナス思考になってたらですね、なんか集中しようと思っても、いやでもこんなことしても意味あるのかなとか、もっと他にしなきゃいけないことあるんじゃないかなって言って、こうその物事に集中できないんですよね。これはもううつ病じゃなくても、自分の精神的な状態があんま良くない時に何かやろうとしたらマイナス思考になってしまうっていうのは、普通の人でもあるんじゃないかなと思います。で、3つ目ですね。3つ目は抗うつ薬の副作用の可能性もあるよねって話なんですよ。あくまで可能性の話なんですけど、大体さ、精神科が出す薬っていうのは、基本的に抗うつ薬とか他にもたくさん種類ありますけど、副作用としてね、なんかだるさとか眠気みたいなことを結構ね書いてる薬って多いんですよね。普通の風邪の時に処方されるような薬に比べると、なんとなくね、その副作用が多いというか、そういう感じはどうしてもします、私の体験上ね。で、結構それに関しては共感してくれる人も多いんじゃないかなと思うんですけど、単純にね、抗うつ薬の副作用によってなんか頭がボーっとしてしまうとかね、なんかすごく眠たいとかってなると、当然それは集中力がないですよねって話なんですよ。で、4つ目ですね。4つ目は、これも症状とちょっと関係してるんですけど、ただ単に疲れてるっていうやつですね。やっぱりうつ病って基本的に家で療養してるからさ、そんな疲れるとかないでしょっていうふうに思う方結構多いと思うんですけど、いや疲れてますよ。もうベッドで寝てるっていうのはめちゃめちゃ疲れてるから寝てるだけなんですよ。で、ベッドに寝てて回復するのはその体の症状とかでしょ、体がだるいとかなんか重いとか、そういうのは良くなるかもしれないですけど、精神的な疲れとか精神的なエネルギーの回復っていうのは遊ばないとね、なかなか出てこないんですよね。で、基本的に我々はこう遊ぶエネルギーとかもないから、単純に疲れてしまっているって状態なんですよ。それは疲れてたらね、集中なんかできないですよね。その健康な時代を思い出してもらうといいと思うんですけど、じゃあ前日にすごくね、なんかこう、運動しましたと、次の日筋肉痛になりましたと、で、体がだるいですって時に、なんか集中してやれって言われたら集中できないですよね。それと同じように考えてもらえばいいんじゃないかなと思います。というわけで、うつ病で集中力がなくなる4つの原因、1つ目が症状、2つ目がマイナス思考になっている、3つ目が抗うつ薬の副作用の可能性、4つ目が単純に疲れているというところまで話してきました。で、ね、私もそうだったし、私の周りの人もそうなんですけど、うつ病で集中力がなくなるっていうのは基本的にそのうつ病のせいなので、その人が悪いっていうわけじゃないんですよね。ただその本人というのはね、自分が情けないなっていう感じになっちゃうんですけど、ただそうやってこう、自分情けないな、本当こんな簡単なことも集中できなくてダメだなっていうふうに思っていると、またこう集中力がなくなっていっちゃうんですよ。それはさっき言ったようにマイナス思考になってしまうとか、また単純に疲れが増していってしまうのでね。だからまずはそのうつ病で集中力がなくなるっていうのはうつ病のせいなんだっていうことを改めて理解していただきたいなと思います。で、次ですね、その集中力がなくなる時の対処法についてこのまま話していくんですけど、この対処法もね、私がやってきた対処法なので参考程度に聞いていただければと思います。で、1つ目が睡眠ですね。睡眠、
で、この睡眠っていうのは、まあ、ただ寝ろっていう話じゃなくてですね、まあ、やっぱ生活のリズムがねこう乱れてしまっていると集中力っていうのは出てこないんですよ。もうこれはもううつ病かどうかとか関係なくっていう話なんですけど、やっぱ睡眠が上手に取れてないとか睡眠の質が悪いっていう風になってくると体がだるいとかさ、頭が重いっていうのはあるわけでしょ。で、睡眠のリズムとかね、何時間寝るべきだみたいなのっていうのは、まあ、諸説あるので何とも言えないし、まあ、結構自分の中であると思うんですよ。なんか世の中ではさ8時間寝るのがいいってされてるけど、私は6時間半くらいがいいなとかね、そういうのはあると思うんですよ。で、6時間半でも、まあ、夜1時ぐらいに寝てね、朝の7時半とかに起きるとか、そういうリズムの方がいいなって人もいると思うんですよ。そのリズムとか時間とかは本人に任せるんですけど、一定のリズムはねやっぱ常に同じように刻んでおいた方がいいかなと思います。なんか前の日は6時間だったけど次の日は3時間しか寝てないとかだったらさ、それは体調崩すと思いますね。まあそのね、睡眠のリズム整えるのは大事なのは分かるんだけど、どうやって整えたらいいんだよっていう風なお叱りの声が飛んできそうなんですけど、まあそれは確かに難しいよねっていうところですね。まあその人によってはそのお医者さんから睡眠薬処方されてる人もいるでしょうし、まあそうじゃない人は例えばなんか運動をね取り入れるとか、ちょっと散歩できる人は散歩するとか、まあそのぐらいしかないのかなっていう気はしますけどね。はい。で、さっきちらっと話したんですけど、まあ2つ目は運動ですね。なんかこううつ病とか何でもそうですけど、他の病気もそうですけど、運動大事だよねって話結構するじゃないですか。で、運動っていうとさ、なんかすげえなんか激しいスポーツをしなきゃいけないのかっていう風に思いがちなんですけど、もう最初はね散歩で十分なんですよ。これはもう精神科の先生の本とかにも書いてるし、まあ、そういう風に言われたことある人も結構多いんじゃないかなと思うんですけど、もう本当に散歩で十分です。まあ散歩って言ってもね、本当になかなかそれをこう習慣化するのが難しいって人多いじゃないですか。私もそうだったんですけど、ただその散歩をね習慣化する方法っていうのも、あの人間の習慣化のメカニズムに習ってやればね、私もできたので、まあ、それについてはまたあの別の動画を上げているので、ぜひねこちらも参考にしていただければと思います。で、3つ目ですね。3つ目はこれ意外と皆さんこう意識してないんじゃないかなと思うんですけど、腹八分ですね。腹八分、もうあのそのままの通り食べ過ぎないっていうことなんですよ。で、どうしてもね、うつ病で家で療養してるとさ、まあその体調がだんだん良くなってくると、あの暇を感じられるようになってくるんですよ。で、暇だなって思うとさ、まあ、食べますよね。なんかちょっとチョコレートでも食べようかなとかさ、なんかちょっとお菓子でも食べようかなっていう気持ちがして、まあ、食べちゃうんですよ。なんかすげえ雨降ってきたな。すげえ雨降ってきたな、なんか。はい。で、まあ、ついいろんなものを食べてしまうんですよね。それでこう、太ってしまって、また気持ちが落ち込んでしまったりとかするし、まあ、あと単純に食べ過ぎるとさ、もうなんか眠いじゃないですか。眠いから、なんか物事に集中できなくなるっていうのはあるんですね。で、あの、働いてたことがある人はわかると思うんですけど、昼間とかにさ、ランチとかでめちゃめちゃ食べたらさ、もう1時とかめちゃめちゃ眠たいじゃないですか、仕事の休憩明けとかにね。でもそのサラダしか食べないとかにすると、すごい昼からの仕事集中できるとかね、そういう経験をしたことある人もいると思うんですけど、まあ、本当にね食べ過ぎは本当に良くないですね。はい。で、4つ目は、まあ、ちょっとだけ根性論というかね、そういう感じもするんですけど、気にしないですね。気にしない。で、これも最初に言ったあのうつ病のね集中力がなくなる原因で、まあ、うつ病は悪いんですよって言ったじゃないですか、私ね。だから自分が悪いんじゃないかとか、まあ、もう集中力なくて本当情けないなって思うことを、まあ、そんなに気にしなくていいんだよって話で、まあ、単純に、ね、気にしすぎてしまうとね、集中力がどんどんなくなっていくんですよ。で、症状も悪くなってしまうし、なんかもう萎えるじゃないですか。萎えますよね。だからその気にしないっていうことは、なんていうのかな、病は気からっていう言葉あるじゃないですか、まあ、あれなんかうつ病の人に使っちゃうとさ、うつ病は甘いなんだよみたいな感じするんですけどただそのうつ病は本当にただの単純な病気っていう前提を持ちながらも、病は気からっていうのはね、まああるよねっていう、私はそんな気がしてますね。はい。で、5つ目ですね。これもちょっと気休めって言ったらあれですけど、みんな似たようなもんらしいっていうところですね。で、私もそうだったし、私の周りの人もあの話を聞いた時はそうだったんですけど、あの実際にうつ病って集中力なくなるよねみたいなこと聞くと、めっちゃわかるみたいな回答が結構来るんですよ。だから、まあ、みんな同じような感じなのかっていうところをね、納得できると、まあ、ちょっと気にしなくなったりするし、まあ、集中力なくても集中力ないなりに楽しめばいいかみたいな、とか集中力ないなりに自分のペースでやればいいかっていう気持ちにちょっと切り替わったりするんですよね。で、そうやって気にしないなりにさ、例えばなんか読書とか、まあ、散歩でもいいし、なんかそういうのやっていくうちにね、まあ、だんだん集中力って戻ってくるんですよ。で、身も蓋もない話をすればですよ、私はあの集中力なくなる4つの原因の一番最初にさ、症状って言ったでしょ。症状が重いと集中力なくなっちゃいますよみたいな、身も蓋もないこと言っちゃうと、症状が軽快していくと集中力もこう比例して戻ってきます、私の経験上ね。さらに、まあ、どうせ戻っていくんだけど、そこでなんかこう運動をちゃんと取り入れてるとか、
まあ、集中力をつけるために例えば読書を習慣化しようっていう感じで読書の習慣をつけているとかね、そういうのがあったりすると集中力が戻るペースが速くなったりとか、自分が思ったよりも全然集中できるところまで行ったりするんですよ。でこれは私の場合だけかもしれないんですけど、私はうつ病になってからなってから読書の習慣をつけた人間なんですね。うつ病になってから読書を始めた、その自分のうつ病を良くするために本を読むことがいいよって精神科の先生に言われたんで、たくさん本を読むようになったんですよ。ちゃんと言われた通りやろうと思ってね。で私の場合はうつ病になる前よりも集中力ついてます。それはうつ病になる前は本とか読んでなかった人間なので、やっぱ読書の効果って結構すごいんだなってことはね、まあ、私は思ってますけどね。はい、まあ、結論はねすごく単純で、まあ、本当にうつ病の症状が一番邪魔してるからさ、まあ、そんなに気にせずにね、まずはそのうつ病を良くするっていう意識を持つっていうことが大事なんじゃないかなと思います。というわけで今回は以上になります。で私のチャンネルではですね、今回のようにメンタルにいいことをですね、うつ病経験者の視点からお話しています。動画が参考になったなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。